なんだこれ。稲妻イレブン、その特徴は何と言ってもド迫力な必殺技。無印から GO、アレス、オリオンで登場した必殺技は計700種類以上。非常に多くの必殺技が登場しています。ではその中で最も人気な必殺技は何なのか。実は公式が必殺技を人気投票を行ったことは今までに一度もありません。必殺技投票ないですね。つまり最も人気な必殺技というのは、うん、稲妻イレブン13年の歴史の中で一度も明らかになったことはないのです。総投票数4490票、1票でも投票があった必殺技の数は331。クリスマスの夜、今まで明らかになっていなかった稲妻イレブンで最も人気な必殺技が明らかに、ね、その瞬間を皆さんで見届けようではないか。ファン4000人がガチで投票、いないで必殺技総選挙、いざ開幕。こんにちは、ペガちゃんです。ですね、今回ついにファン4000人がガチで投票、いない必殺技総選挙結果発表でございます。で、今回結果の方をね、皆さんに、今回発表していくんですけれども、まあ僕はね、すでにもう結果を知っている状態なんですが、まあ結果知らない人を入れても面白いんじゃないかということで、前回のキャラ総選挙に引き続きこの方がゲストで来ていただいております。どうぞ。どうもー、岩野圭仙です。よろしくお願いします。前回メガネがめちゃめちゃ曇るっていうのが若干話題になったんですけど、あれは今回どうですかね。しっかり曇り止め買ったんで大丈夫です。ということで、そういうね、準備をしていただいている岩くんと今回見ていきたいと思います。よろしくお願いします。実は必殺技の人気投票って実は今までに公式でちょっと調べてみたんですけれども、実は1回も行われてないんですよ。意外ですね。公式はですよね。まあ、多分一般ユーザーの方とかはやってるかもしれないんですけども、公式の方は1回もやってないってことで、あ、これはちょっと明らかにしたいなと。俺がやらなきゃ誰がやるんだと。そうそう、俺がやると今回の投票は11月21日日曜日の12時、昼12時から11月28日日曜日の23時59分、まあ、1週間にわたって投票の方を受け付けました。前回のキャラ総選挙同様、投票できる回数は1人1回で、しかも1つの必殺技にしか投票できないと。これ結構ツイッターとかで見たんですけれども、1つの技には決めれないよみたいな結構あったんですよ。正直僕も1つに絞るのは迷いました。まあ、なんだけども、まあ、複数に入れると、まあ、おふざけ票があるかもしれないということで、うん、ここはねちょっとご勘弁をという感じでございます。で、票数が前回のキャラ総選挙3300票ぐらいなんですけども、今回4490票と1000票以上増えました。いや、本当にありがとうございます。まあ、これからね順位発表の方入っていくんですけれども、まず、僕と岩がどの技に投票したのか、初っ端出しちゃいますか。じゃあ僕からでいいですか。お願いします。はい、はい、では多分フリップがあると思うんで、それをねカメラに向けてください、僕はこちらです。ザッパー、盾かよ。盾です。はい、ザッパーズ。はい、赤と青っていうメインの色が、まあ、そこがもう男心くすぐられるんですが、使う2人もいいですね。二重螺旋構造っていうんですか、使う時のあれがもうたまんないですね、僕の中では。あそこが一番かっこいいです。 DNA 的な感じの、ね、そう、もうくすぐられますね、うん、ってことで、まあ、僕はザ・バースにしました。で、そして僕が、投票した技なんですけれども、はい、爆熱ストームでございます。意外っちゃ意外っすよね。いや、これね、もうちっちゃい頃の記憶がすごくてね、僕やっぱ稲妻イレブンのアニメって結構リアタイで見てたんですよ。まあ、住んでたのは金沢なんで、まあ、テレ東じゃなくてBS、 その時ジャパンって言うんですけどそれで見てたんですけど、その、まあ、ゴーエンジ復活のスペシャル、これ、まあ、リアルタイムで見てて、ゴーエンジがかやと帰ってくると、ライモンのみんながピンチの時にゴーエンジが駆けつけて、一度も破られることがなかったドリルスマッシャーをあのかっこいい技でぶっ放すっていうね。技っていうのもそうなんだけども、まあ、その登場した背景というか、そういうところも結構惹かれた。それが爆熱ストームですね。まあ、その爆熱ストーム、ザ・バース、果たして何位に入っているのかといったところで、早速、では行きましょうか。まあ、30位から21位ということで、まずやっていきたいと思います。それでは、いないで必殺技総選挙、順位、30位から21位の発表です。どうぞ。いよいよ順位発表。第30位から発表していきますか。この段階から有名な技が続々登場。瞬きせずにご覧ください。それでは早速参りましょう。ファン4000人がガチで投票、いないで必殺技総選挙。まずは30位から21位を一気に見ていきます。
まずはここで第29位が同率で2つ。マジか、グラフィーでもうちょい上かと思ったよな。グランフェンディル、得票数39票。かっこいいんだよな、グランフェンディル。第29位、2つ目はエクスカリバー。ここで、あ、でも結構世界編きますね。第28位、ホワイトハリケーン。ノーズ並みの絶望感ある。わかる、台風生み出しますからね、うん、この初登場のインパクトすごいもんな。第27位、ヘブンズタイム、得票数45票。マブロディ人気は結構あるのかもしれない。影の指パッチいいね。指パッチいいね。第26位、オメガアタック、得票数46票。やっぱいいよね、これね。この3人が。第25位、ビッグバン、得票数48票。ビッグバンもちょっと人気だと思ったんだけどね。いや、いい3人だ。第23位が同率で2つ。マジか。1つ目は皇帝ペンギン2号、得票数49票。10何位ぐらいいくと思いましたけどね、皇帝ペンギン系は。結構出る回数も多かったからアニメで、うん、もうちょっと上かなと思った。第23位、2つ目はジ・アース。早くないっすか、早くないっすか、ジ・アース。11人技だぞ。ジェネシスを破った技なのに23位っていう。2を代表する技よ。第21位も同率で2つ。1つ目はマジンザハンド、得票数51票。遠藤立ち向かい新助と、うん、第21位、あれ2つ目はダブルショット。マジンガハンドと同率なんだ。キャラ人気でちょっと上がってる気がする。でもダブルショットかっこいいっすけどね。ということで30位から21位はご覧のような形となりました。ということで30位から21位の方ご覧いただきましたが、もうこの段階で有名な技がめちゃめちゃ出てるっていうね。いや正直その僕最初3つ迷ったって言ったんですけど、そのうちの1つグランフェニルだったので、もうちょっと上行ってほしかったなと。ジ・アース、マジン・ザ・ハンドはちょっと低いかなっていう。びっくりですね。では次、もうトップ20入っていきたいと思います。ちょっと岩くん、VTR 振ってください。あ、わかりました。それでは、トップ20位の発表でございます。どうぞ。ファン4000人がガチで投票、いないれ必殺技総選挙。ここからはトップ20に突入。11位まで一気に見ていきます。まずは第19位が同率で2つ、うん、1つ目はゴッドキャッチ、得票数52票。原点回帰いいですね。ゴエンジとこれ軌道の良さが入ってるってのがいいよね。第19位、2つ目はもちもちきなこもち。ここできなこが、きなこ。第18位、ゴッドノーズ、得票数55票。マクロディ強いな。この時点でもう2個入ってますからね。やっぱ人気ある。第17位、グレートマックスな俺、得票数59票。このなんか技名のセンスやっぱいいよな、このグレートマックスな俺って。ザナークだね、スーパーザナークだね。第16位、ノーザンインパクト、得票数61票。これは僕小学校の頃真似しました。足の裏でよくボール蹴りました。第15位、流星ブレード、得票数63票。怒涛のエイリア組ですね、うん。第14位、プライムレジェンド、ここで得票数69票。ここでプライムレジェンドか、このくるくるよ。
映画での迫力がすごかった。第13位皇帝ペンギン3号得票数70票。マジかここで来るか、うん、2号より3号の方が上っていうね。まあまあわかるけど、最初これ2人技だったけどダメで3人技だったもんね。これそうですね、最初不動と木戸だけでしたもんね、うん、あー来ちゃった。ーと同率で2つ来てしまった。1つ目は爆熱ストーム、低いのよ75票、11位。もっと上だと思ったんだけどな、これ。いやでもかっけー、改めて見ると。第11位あれ、2つ目はグランドファイヤー、どっちも高円寺。お前たちが繋いだこのボール、無駄にはしない。まあ、ゲームでは重宝したからもっと上だと思った、グランドファイヤーも。そうっすね、うん、ということで20位から11位はご覧のような形となりました。はい、ということで20位から11位をご覧いただきましたけれども、いや爆熱ストーム早いのよ、早いのよ。だってなんか俺なんか見たんだけど、高円寺復活スペシャルの前まで稲妻イレブン2の予約の売り上げがブリザードとファイヤーが、うん、ブリザードの方が上だったけど、そのスペシャルがあってからもうファイヤーが逆転したっていう、発売直前でっていう、なんかそういうエピソードがあったからもっと上だと思ったの、爆熱ストームって。であとまあきなこはトップ10入りするとは思ってました、うん、まあまあまあキャラ人気というところではちょっとまだ低いかなっていう感じがしますね。まあそうですね、あと皇帝ペンギン3号とプライムレジェンド、やっぱり音楽いいっすね、稲妻イレブンは。ティーティストンズプラスケミスさんの曲が流れるとやっぱ激アツになるっていうね。もう上がりますね。ということで、では次トップ10入っていきます。10位から6位でございますので、ちょっと早速見ていきたいと思います。それでは稲荷必殺総選挙トップ10突入、10位から6位です、どうぞ。いよいよここからベスト10に突入。癖強いな、ここは。第10位から第6位までの票差、なんと22票しかありません。そう、全然評価がないから、この超大接戦、その行方はいかに、ぜひご注目ください。ファン4000人がガチで投票、いなり必殺技総選挙、いよいよここからトップ10に突入。第6位まで一気に見ていきます。第10位ファイヤートルネードダブルドライブ、結構浮きましたね、89票。これちょっと意外だったんだよね。俺も意外ですね、これ。第9位ファイヤートルネード、そう、ここ繋がってんだ、96票、うん、第8位カオスブレイク、お得票数は票、ここからアフロディ3回目4票、さすがやな。いやでもこれはかっこいいもん、最強の3人よ。第7位稲妻ブレイク、得票数107票、うん、やっぱ起動遠藤5円寺、無限の壁をここで破るっていうね。そうね、しかも新加入の起動がですからね。うん。第6位おい、マジか、得票数111票、でもすげえ入ってんだ、111票、うん、100票超えてる。ここのくるくるね、 DNA みたいな感じね。で緑色やってズドンと、かっけえわ、うん、ということで10位から6位はご覧のような形となりました。はい、ということで、10位から6位の方をご覧いただきましたけれども、ザ・バースが来てしまいました。いやでもまあ正直今回まあ1位取りに来てたんで、ザ・バースでまあ悔しいですけど、まあ頑張ったじゃないですか、対応してくれた方ありがとうございますなんかザ・バースの代表者みたいになってる、代表者として今回来てるんで。あと個人的にすごい意外だったのは、ファイヤートルネードダブルドライブが結構上にいるなっていうのはちょっと意外だった。そんなに出てる技でもないから10位にするとは思ってなかったですね、正直。決勝戦であの、まあ、ゴーエンジからちゃんと学んだ、習得したあの剣の姿勢というか、まあ、ゴーエンジが教えてあげたというか、まあ、あのストーリーもまたいいですよね。それではここからベスト5でございます。ここからは技ができるまでの経緯とかそういうのもちょっと紹介していくっていうエピソードありと、はい、ちょっと皆さんやっぱ人気な技なんで、そこはね結構手を込んで作りました。楽しみですね。
では、5位と4位の発表です。では岩くん VTR 振っちゃってください。わかりました。ではそれでは5位から4位の発表です。どうぞ。ここからは第5位と第4位の発表。第5位から第3位までの票差はわずか36票ということで、ここも僅差。本当に惜しくもベスト3入りを逃した2つの技のご紹介となります。ご覧ください。ファン4000人がガチで投票、いなれ必殺技総選挙。いよいよここからトップ5の発表に突入。まずは第5位の発表です。悩めるストライカーがついに覚醒、吠えろ狼。第5位、ウルフレジェンド。得票数129票。吹雪はエイリアとの厳しい戦いの中で精神が崩壊し、サッカーがまともにできなくなってしまう。自ら志願して途中出場したジェネシス戦でもミスを連発。そんな吹雪の姿を見ていたゴーエンジがブチギレ、いつものファイアートルネード治療法を施す。それを受けて吹雪はついに目が覚め、完璧になるということは自分がアツヤになることではなく仲間と共に戦うことという答えを見つけ、ここ何回もリピートしてみましょう。人格が合体し完全体に。これかっこいい。そんな覚醒した吹雪の放ったシュート技がこちら。これが完璧になることの答えだ。ウルフレジェンド。このウルフレジェンドでここまで無失点だったジェネシスゴールキーパーネロを破り、一応アツヤとの合体技っていう感じだから、これも吹雪の覚醒を象徴するウルフレジェンド。そのストーリーの素晴らしさもあり、多くの投票を集めた。ファン4000人がガチで投票、いなれ必殺技総選挙第4位は、ライモンのダブルエースが放つ炎と氷の竜巻シュート。第4位、クロスファイア。強いな。得票数146票。強いな。アニメではこのシュート技が誕生する前に後ろの地球よ、ね、とある現象があった、それがこのシーン。ジェネシスの合体技スーパーノヴァで立ち向かいの無限ザハンドが破られてしまう。このまま失点かと思われたが、ゴーエンジと吹雪が同時にキックすることで失点を阻止。ここなんだよね。この時ボールから赤と青のオーラがわずかに出ていたのだが、これがクロスファイアの前兆である。その後ライモンの攻撃、遠藤からのボールを受けた吹雪とゴーエンジがシュート体勢に。ビジュアルめっちゃかっこいいよな。このシュートでライモンは3対3の同点に。ライモンのダブルエースがついに連携した合体技第4位にランクインした。ということで第5位第4位はご覧のような形となりました。ということで第5位と第4位の方をご覧いただきましたけれども、どっちともジェネシス戦で出た技というところで、しかもどっちも吹雪いますね。吹雪のキャラ人気は結構出とるっていう。しかもまあクロスファイアはいいっすね。やっぱあれはあれいいよね。やっぱゴーエンジと吹雪がやっと連携したっていうのが、火と氷ね、もうかっこいいとかっこいいの象徴する属性の2つの合体技なんで、ここまで結構人気な技出てきてますが、じゃあどの技が1位来ると思いますか。まだ出てないのちょっとまあ渋いかもしれないですけど、まあゴッドハンドまあ出てないし、まあエターナルブリザードも出てないし、まあ、僕ちょっと大穴で一つ考えてたんですけど、黒岩流星のファイアートルネード、なんかあるかな。あれ知る人と知るだと思うんですよね。あの黒岩流星のファイアートルネード、もう言い方が えぐいんですよ。それさ、それ一番人気になったらさ、五条と一緒なのよ。まあ確かその2つの技はまだ出てませんが、まあもう一つありますよね。なんかえあるとしたら、そんな結構有名なやつですか。さあ果たしてどの技が頂点に輝いたのか。さあご覧いただきましょう。ここねもう一緒に VTR 振りしたいと思います。それではいよいよベスト3の発表、果たしてどの技が頂点に輝いたのか、せーのどうぞ。いよいよその瞬間が近づいてまいりました。第3位第2位そして第1位の発表です。稲妻イレブン13年の歴史で一度も明らかになったことがない最も人気な必殺技、果たしてどの必殺技が栄光に輝いたのか発表です。ファン4000人がガチで投票、いなれ必殺技総選挙。果たして1位を獲得した必殺技は何なのか。まず第3位から発表。
まさに原点。主人公遠藤が最初に覚えた伝説のキーパー技。第3位、ゴッドハンド。ここでか。得票数165票。言うまでもなく稲妻イレブンを代表する必殺技、ね、帝国の必殺技デスゾーンに対して放ったこのシーンが初登場。いないでイコールゴッドハンドのところあると思う。あるね。原点にして頂点、その通りだね。幻のゴッドハンド。さらにゴッドハンドは遠藤以外にも3人が習得しており、ヨカド中の立ち向かい勇気、色違うのもいいよな、リトルギガントのロココ・ウルパ、アレスの天秤、稲国ライモンの海原のりか、この3人も遠藤とは色違いのゴッドハンドを習得している。そんなゴッドハンドだが、皆様から多くの支持を集めたシーンは初登場となった帝国戦ではない、ま、脅威の侵略者編のラスト、ここよ、ね、ダークエンペラーズ戦。遠藤はリベロに転向していたためフィールドプレイヤーとして出場していたが、ダークエンペラーズの強力なシュートにより立ち向かいが負傷。立ち向かいに代わり遠藤がゴールマウスに立った。かつての仲間風丸が放つシュートに対し、遠藤はなんとゴッドハンドで対抗。さらに超強力なシュート技ダークフェニックスに対しても、シンゴッドハンドだな。ここでシンが出るってのがいいよね。見事に止めて、遠藤がかつての仲間カズマルたちに対し熱い思いを叫ぶ。これでカズマルたちは見事に攻勢。遠藤守の原点でもあり、感動シーンを生み出したゴッドハンドが第3位にランクインした。このシーンは感動ですよ。続いて第2位にランクインした必殺技はこちら、吹き荒れろ。吹雪四郎の代名詞である大人気な氷のシュート技。第2位、エターナルブリザード。296票数はなんと3位と100票以上の差、296票。でもこれより上がまだあるからね。ゴーレンジが離脱して得点力が下がってしまったライモン。響監督からの情報で強力なストライカーを仲間にするため、遠藤たち一行は北海道へと向かう。その道中、雪の中で凍えている男を発見し救出したのだが、その男こそがなんと吹雪四郎。その後ライモン中と白蓮中が練習試合を行うが、染岡が吹雪にスライディングをした瞬間に吹雪が豹変。強烈なドリブルでライモン守備陣を突破し遠藤と1対1に。そしてこれが初登場のシーン。いや、かっこいい。いいよね、これ。このシュートが遠藤のゴッドハンドをいとも簡単に破り、白蓮中が先制。そんな吹雪のエターナルブリザードだが、皆様からの選出理由の中で最も多かったのが、子供の頃によく真似をしたというもの。俺もやった。稲妻イレブンは驚異の侵略者編から夜7時26分のゴールデン枠での放送となり話題が沸騰。その中で登場したエターナルブリザードは多くの子供たちを釘付けに。稲妻イレブンブームに火をつけた技の一つともいえるエターナルブリザードが第2位にランクインした。ファン4000人の投票の末、エターナルブリザードに輝いた技はいよいよ発表。大舞台で見せた最強キーパーを唯一単独で破った惑星最強シュート。今回の総選挙で第1位に輝いたのは天空落とし。すげえ。得票数なんと334票。ヒロとか。世界一を決めるサッカーの大会 FFI の決勝に進出した稲妻ジャパン。対する相手は遠藤守の祖父大輔こと荒谷大輔が監督を務めることある代表リトルギガント。そしてキャプテンは最強ゴールキーパーロココ・ウルパ。稲妻ジャパンは数々の必殺シュートをロココに放つが、全て止められてしまい全く得点を奪えずにいた。しかし遠藤が新キーパー技ゴッドキャッチを習得すると、稲妻ジャパンの雰囲気が変わる。ゴールキーパー遠藤も絡む全員攻撃の末、ボールはヒロトへ。そしてこちらが初登場のシーン。
この天空落としがここまで鉄壁を誇っていたロココのゴッドハンド X を破り、稲妻ジャパンが同点に。結果的に稲妻ジャパンは3対2でリトルギガントに勝利したが、ロココを合体技ではなく単独で打ち破った必殺技はこの天空落としのみ。超大舞台で大活躍したこの必殺技は多くのファンから支持を集め、見事稲妻イレブンで最も人気のある必殺技に選ばれた。ということで稲入り必殺技総選挙第1位に輝いた必殺技は天空落としでした。はい、ということで1位はなんと天空落としでした。いやー、正直意外です。今までその登場した回数とかそういうところを考えるとちょっと確かに1位にはならないであろう技だったんですけれども、本当に多くの票が集まりました。ホタル戦での今まで流星ブレード1本できて、最後の最後で新技天空落としでゴールキーパー破るっていう、しかも最強のロココを破るっていうのがまたかっこいいですね。ヒロトのいいところが出たなと。天空落としってアニメだと1回しか出てないよね。しかもまあそうですね、あれだけだよね多分。もしかしたら2回とか出てるかもしれないんだけども、その1回のインパクトがものすごかったんだろうなっていう。どでかいっすね。あとやっぱヒロトの人気、まあ、前回のキャラ総選挙でも2位だったんですけど、その2位の理由が確か思い返してみれば決勝で単独でロココを破ったっていう理由がそれめちゃめちゃ多かったなと思って。おお、ここで繋がるんですね。吹雪はもしかしたらウルフレジェンドとかとちょっと分散したところはもしかしたらあるかもしれないけども、まあヒロトはもう完全にもう天空落とし一点突破だったっていう、そこが多分300票以上の票を集めた理由なんじゃないかなとは思っております。ということで今回の必殺技総選挙以上という感じになります。また次は何の総選挙あるか分かりませんけどもそうなんだ、キャラもやったし技もやったし、次何やればいいのかちょっとまだ考えてないですけど、またやる機会あると思いますので皆様ぜひその際はぜひご参加の方よろしくお願いします。ということで稲入り必殺技総選挙以上となります。ご視聴いただき、そして投票に参加いただいた皆様ありがとうございました。さようなら、バイバイ。最後に10票以上獲得した必殺技を紹介いたします。投票してくれた皆さん本当にありがとうございました。また会いましょう。まだ